じっくり聞いてくださいっていう人はあれですけど、でもとても助かる。食べちゃおう。焼きそばにした。でうちにこれいたよね、このクマさん。捨てちゃったんかな。はい、こんにちは、ジマです。顔何にも見えない。どうしよう。私も今そう思います。顔が何にも見えない。こっちからあげます。ダイレクトでいい。はい、こんな感じで。あ、大丈夫。あ、はい、大丈夫です。大丈夫です。なんとかします。あ、すごい。チロ繋いでなかった。ごめん、台所の騒ぎじゃないですね。こちら、オリジナルやらせていただいたことがなかったので、オリジナルからいきたいと思います。これのお顔がこれ。あら、これどうしよう。はい。イラスト描くのが好きで、このイラストをイメージした曲になります。で、詞は書けたんですけど、曲がつけられなかったら友達がじゃあ曲書いてあげるって言って曲くれたんですけど、コード進行めちゃくちゃ難しくって悪戦苦闘しながら、やっている曲です。タイトルがふわふわほんわかっています。のんびり聴いてください。
があまりにもこの歌詞がバカっぽすぎて気に食わなかったのか私をイメージして自分で一曲作ってくれました。はい、次はふわふわどこまでも、一体どこまでもふわふわしているんだっていうメッセージのようです。聞いてください。自分でもなんか曲作れないかなと思っていろんな先生たちに手伝っていただきながら初めて自分で作詞作曲した曲です。大好きな子に思いが通じたらいいなと思って作ったお手紙のような曲です。夢の彼方聴いてください。遊ぶ人何かいい
風のように空舞う顔なんていない約束は私の心に埋め込んで夢の中のストーリー語れる時を カントリーロード行きたいと思います。知ってる方一緒に歌ってください。手拍子お願いします。Oh.
デッドミドラーのローズ聴いてください。でも最近のブームはトンボ玉作りなんです。ガラスなんですけど、バーナーの上でガラス溶かして巻きつけて溶かしてみたいな感じでトンボ玉作れます。飯田さんすごい気に入っていただいて、お店に置かせていただけることになってますので、よかったら後で見てください。今日新作も持ってきたのでよかったらお声掛けください。今日聞いていただいてありがとうございました。ケイジョさんありがとうございました。最後にジブリ映画で一番好きなゲドセンキュー歌わせてください。夕闇せ